今週末セリザワールド。皆さんこんばんは。 FM924 M922 ラジオ日本とギフちゃんがお届けするアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you が始まりました。今回は第495回目の放送らしくって、あと5回、言っても500回にね、何もない可能性も大いにありますから、あまりね、あまり楽しみにせず、あの皆さん、なんかあったら、なんかあったりするかなぐらいの気持ちでね、いてください。あと5回ですけど、あんまり期待せずに。はい、ってことで、ツアーも残すところファイナルだけだったのが、もうずっと数ヶ月前から残すところあとファイナルみたいなテンションだったんですけど、本当にもう今週末なんですね。そうなんですよ、ツアーファイナルがですね、12月24日クリスマスイブにありましてね。今回はそう、まあだいぶ地方公演から空いたので、まあちょっと逆に新鮮な気持ちでね、まあ、皆さんも私もファイナルは楽しめるんじゃないかなと思うんですけれどもね、まあ感覚を取り戻していただいて、最後ゼップダイバーシティ東京でね、まあ、行くか悩んでるなっていう方は、まあ、昼夜ありますので、まあ、どっちかでもどっちもでもいいんですけど、遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。そうね、なんかさ、最近その意外と12月の前半すごいイベントっていうかさ、多かったんだよ。イベントも多かったし、なんかお客さん、そうネットさとかもあってね、いろんないろいろあって、それのね感想とかね、メールも来てたり、あと今日は久々にミッドナイトやりますね。そうそうそう、プリウィンターとかの話もしてないじゃないですか。いやもうそうなんだよね、ちょっと時間が空いちゃったんですけれども、プリウィンターとかもね、私誕生日の、だから幕張のライブってさ、すごい長いしキャストも多いから、前日にリハをやることが多くて、で今回もその3日はもう完全に幕張に行ってみんなでリハしてたんですけど、えなんか本当にまさかこんなにみんなが祝ってくれると思ってなくて、私のともよちゃんはそのまあもう大の仲良ぴだから祝ってくれるだろうなと思ってたんですけど、なんかまさか他のメンバー、なんかゆうきちゃんとかもなんかこれタンプレとか言ってプレゼントくれたりして、何だったか忘れちゃったんだけど何もらったんだっけゆきちゃんもなんかくれて、何くれたっけ、で、あのなんかゆいとんさんとかもなんかおめでとうみたいな、みたいな、みな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 さんみたいな、そうみにゃみとかもなんかね、こじゃれたねオイルとね入浴剤くれたりしてね、なんかすごい、なんか誕生日の日にね、だ正直私誕生日は自分の家で過ごしたい派というか、まあそのなんていうんですか、猫と一緒に自分の大好きなおベッドでおめでとう自分ってやりたい派なの、どっちかっていうと、あと仲いい子に祝ってもらうとか、そうプライベーティーに過ごすのが好きで、結構誕生日はね今までお休みをもらうことが多かったんですよ。そういやなんですけど、今回はまあねプリウィンターもありましたし、まあだいぶプリウィンターに出れてなかったので、もう今年は私も絶対出たいですって言ってて、でもそうなると誕生日、あのあー幕張のホテルかみたいな、結構テンション下がってたんですよ。でもなんか良かった、なんか今までの誕生日にはない感じで、なんか逆に28歳はなんか奇跡起こるやんってすごい思ったいやだって山北さんとおずずがまさか私にタンプレをくれるとは思わないじゃないですか。いや思わないよ、だってそのなんかアイリスにいた頃もなんか誕生日おめでとうプレゼントはいみたいなユニットじゃないしね、別に今もアイリスにいるんですけど別にじゃないから、そのなんかすごい華麗にスルーされて当然だと思ってたし、マジで期待してなかったの。そしたらなんか夜ゴンゴンって来て、なんかニチカチュだけかなと思ったら、もうずっと山もいての、え結構感動しちゃったの。山北さんスゴジュくれるしさ、スゴジュってみたいなスゴジュって何と思ったんですけど、いやそうだからなんかね、ありえないできないと思うことができる年になるなってすごい感じてて、28歳は。27歳もまあすごいなんか免許取れたりしたんですけど、しこれ多分この12月19日じゃないですか、なんかうまくいってれば私は昨日ゆうきちゃんとメイクのことさんと、あのダンスのみかさんと私で、私が運転してサウナに行ってるはずなんですよ。もうそう、これは過去に撮ってるから、もしかしてね誰かが具合悪いとか言って亡くなったらあれですけど、メンバーを車に乗せて出かける予定がある私って、みたいな、
信じられないみたいな、アイリスじゃないみたいってすごい思って、でもそうなんか28歳はありえねえだろ今までと思ってたことがなんか起きるかもしれないなっていうのをすごい誕生日で予感させてもらえて、すごいなんか楽しい誕生日でした。もちろん本編も楽しかったんで、それはなんか普通歌とか読みながらね、プリミンターのご本編の方を振り返っていきたいなと思います。はい、なんかすごい長く喋っちゃったかな、まあいいや。ということで今日もあなたを芹沢ワールドに奇跡起こそうよをしたいと思います。アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。それでは今日の1曲目をお聴きください。え、なんかこれやっぱプリで歌っていい曲だなと思って好きになりました。聴いてください、メルティックスターでメリメリファンタジア。アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you。ここでアイリス芹沢優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいまオープンキャンパスは来校型の体験説明会とオンライン説明会を同時開催しています。ぜひあなたもお好きなスタイルで参加してみませんか。次回オープンキャンパスは12月24日土曜日に開催します。各イベントの詳細や最新の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第495回目の放送もついにエンディングです。それでは優ちゃんからのお知らせです。まずは芹沢優ちゃんのソロは、今週末にですねツアーファイナルゼップダイバーシティ東京で行わさせていただきます。12月24日土曜日です。昼夜あるのでよかったら来てください。そして私のファーストフルアルバム Your No.1 も発売中です。あ、そしてあのミヤコプレミアムディレイ配信っていうのがあるらしくて、そう12月27日の火曜18時から31日23時59分まで見れるみたい。あ、だからミヤコプレミアム基礎びれた方よかったら、なんかあの日すごい作画が良かったらしいので絶好調のゆうちゃんを見てください。そして1月21日にはですね声優じゃイベントさせていただきます。そして1月22日にはカモンミナハウスのイベントのゲスト出演が決まっております。そうなんだよ、みやみちゃんの誕生日なんですよ。みんなで盛大に祝おうじゃありませんか。よろしくお願いします。はい、そしてアイリスちゃんとしてはですね、今年やったツアートラベリングのパッケージが1月25日に発売決定です。リリーベもあるみたいです、オンラインかな。はい、そしてベストアイリスト発売中。そしてアイリスちゃんの2023年にツアーもあります。まだまだあります、よろしくお願いします。その他詳しい情報はオフィシャルホームページ、Twitter、インスタ、TikTok をチェック。この番組は、皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、ゆうちゃんのかまってレフォンは、ゆうと電話で話してみたいトークテーマと電話番号を忘れずに、羊設定も解除しておいてください。ゆうちゃんって言うよねは、ゆうに言ってほしいトークテーマを募集しています。さらには普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります、チェケラー。さらにさらに番組の YouTube もチェケラー。詳しくは番組のホームページをサードライブツアーファイナルを楽しみにしながら覗き込んでね。ということで FM924 AM922 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなも I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、喋ってる姫めちゃんが見たい方はぜひ筐体へ。